これで見つけられる限りは出したんだけど、なんかいるな。なんかいるな。お前誰 G？ G じゃないですか。グラビティ G じゃないですか。こんなところで G、 おたわむれですね。やばいよ G。 お前あっち行けこの野郎。もうこれ防御捨てて切るわ。あんまり食らわんから。もうお前を出血させることに俺は命をかける。ゴリ寄せ。よーし G、 白王の剣みたいな。これはもうね、過去もらったのよ。白王の剣だか分からんけど、過去それはね、どっかでドロップしたのよ。で、これね、模色の胆石、これがあるぐらいかな。これがあるだけっぽいなー。 G と戦えるっていう、 G とおたわむれができるゾーンっぽいんだよね。それだけっぽいな。なるほどね。こっちはいけないので、じゃあこっちも多分いけないよな。王のルーン使ったらどれぐらい手に入るんだろうこれ。おお、王だ。これさ、ルーンもったいないからどんどんレベル上げちゃおうかな。これほらちょうど上がる。多分ねこれね、このゲームね FP あっていいわ。精神力、魔力とか魔法とか祈祷とかあんま使わなかったらいらないかなって思ったけど、そんなことはないわ。戦技があるからバンバン使って良さそうですね。ここじゃあ見ておきましょうか。大回廊下でございます。おぞましいですね。大回廊抜けたここでボス戦みたいなオーラあるよな。オーラ味あるね。こう崩れない？大丈夫？やはり嘘つきか。この先壁が見えない壁みたいな、隠し通路みたいな言われたんだろうな。ああアイテムよ。アイテムないでしょ。アイテムあんの？アイテムってこっち正規ルートじゃないの？こっち以外正規ルートが思い浮かんけど、思い浮かばないけど、もうこっち行くしかないもん。これ正規ルートじゃないの？正規ルートでしょ。あれ？正規ルートじゃない。正規ルートじゃないのこっち。なんかどっか見逃してる？てか小林その頭いつまでつけてんのお前。やっぱ小林はさ、それなんだよお前の、そラーメンみたいな。ラーメンみたいな頭がお前一番いいんだよ。ここじゃないの大回廊。どっからあいんだよこれ。あそこに段差あるな。下に段差があるから下に行くのか。なるほどな。ここから降りるっちゅうわけ。そして黄金ムカデくんがいる。ここだ。こんなのが正規ルート。そう、こんなのが正規ルートなんです。よいしょ。信じられないかもしれないが、ここは正規ルートなんだ。あっちも見ておくか。よいしょ。ただ広いだけでアイテムがあるぐらいなんじゃないかなっていう思惑、重い。びちゃびちゃだ。とりあえずあいつ瞬殺します。やばいやばい。一回探索のターン入ろう。一回探索入ろう。やばい、殺される。死体あさる。死体あさってアイテムは取っていきましょう。やばいよここし。やばい。死体やばい。あーゲロだわ。ゲロちゃんです。ゲロゲロピッピいるわ。なえすぎ。なえるわお前。でもここで戦えるのはいいね。でも死にそうです。でも小林死にそうです。いやお前さ、本当にやめた方がいいよ。そういうこと、そういうところばっか出てくる。小林生きてるけど腐敗にされる。なんか腐敗になってなくない？不安になってるわ。ちょっとさ、お前本当に待って。あ、これやばいわ。これやばいよ。本当にやめろお前。して、マジでだるすぎる。マジだるいよお前。お前よくないよ。いって、やばい。よくないよ。本当にこの限られた場所で戦うこいつと。よいしょ。いけ小林。くっそマジでゴミ。モブとのコンボがゴミすぎる。こいつらマジなんなんだよ。もうしょうがないよ小林。オッケー。もう削れ。くっそ、絶妙に削れきれない。やるじゃんてめえ。ここもう雷。よし、オッケー。もうこれ削ろう。出血しろ。危ない。オッケー。よけた。けど離れていくなよお前。もう雷なのよここは。雷で行け。助けて。尻尾だ。うまくローリングかわしていく小林選手。はい、
はいはいはい、痛い、スタミナ回復して、スタミナ一旦回復して、よくいけ、よくいけいけいけ、もうちょい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 、よし、やっとだ。しんどすぎ、小林ガングロになってるし。え、こいつ倒す意味ないの？え、よかった、黄金の獅子あるよな。絶対あると思ったっていうか、なかったら本当に許さなかったぞ。マジ許さなかったし、お前はどこに書いてるんだ本当に。お前のさ、あ、なんか見えないものあるわこれ。何これ？は？見えない何かいるわ。確かにここにあるわ、メッセージ。そんなバカな、評価しよう。そんなバカなだよこれは。いやー、やったわー、やったから、これちょっと奥見に行くか。このままボスだと思うんだけど、よいしょ、癒しながら行くけど、なんかモブがいっぱいいすぎて固まってる。時間停止もの AV の可能性あるな。時間停止もの、時間停止もの AV さんの可能性がある。ちょっとだけ、ちょっとだけあるな。でもこいつら倒していくか。倒していかないとこの先厳しいぞ。とりあえず、やばい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 、もう倒すとか言ってる場合じゃないかもしれない。その数になったら。いやでもちょっとずつ倒して進みて、いやもうこれ落雷だわ、落雷で倒そう、落雷でもう倒してしまおう、ホトトギス。よし、で一匹になったら俺一人でもやれる。一匹になっちまったらお前はただの雑魚ちゃんよ、雑魚ちゃんなのよ。よし、死体を漁っていく。でもこいつ変色したなんちゃかしか落とさないかな。武器とかはあんまり落とさない可能性ある。そっちの神殿も見ておきたいし、多分あっちがボスがいそうなところだから、多分左のこっちのルートに折れるのが良さそうなんだけど、あっちの神殿みたいな方に何かありそうだよね。じゃあとりあえずこいつらを始末しなきゃいけないのが俺ちゃんの役目ってこと。たまるがいい、小林の雷から逃れることはできないぞお前。半石5なのか、ここ。もっと早めに来る場所なのこの難易度で。嘘嘘、絶対嘘だよ。なわけない、だって終盤のステージっぽいところまで進んだこの小林が苦戦してるんだよ。わ、もっとね、後でいいぐらい。何ここ、大丈夫ここ。メッセージ、この先敵がない、センキュー。本当に敵がなかったらお前を評価する。俺は本当に敵がなければな。間違えた、ちょ、ランタン、ランタン、ランタンつけとこう一応。はい、よいしょ。はい、何これ、読み方がわからない。サソリの針みたいな。サソリの針、大サソリの針を刃となした短刀、赤い腐敗の毒が滴っている。封じられた外なる神の遺物を用いた異形の異形の細具である。連続月戦技、こちらでございます。お、赤くてかっこいいじゃん、小林にぴったりだよ。小林めっちゃ似合ってるよそれ。これ連続月、いいじゃんいいじゃん、リカール、リカールの試験みたいになってる。いいよいいよ小林、お前に結構似合ってるけどね。敵はないぞは助かった。それじゃあ大本命っぽいこっちの方に向かっていくとしましょうか。ここで祀られてるのがこのなんかサソリ、ここで祀られてるサソリの尻尾を使った武器っていうことはボスサソリなんじゃねって思うんだけど、あれ、ここで終わりなわけ、え、石冠に入る。え、はい、いやー、ちょっとダクソ2システムやめてよ。ダクソ2システムだってそれ。小林、お前気が狂ってるよ。今日はね、この石の棺に入ってみたドッキリしていきたいと思います。誰かが来たらね、急に驚かせてやろうと思います。小林、お前が驚くことになるんだって。壁外の雪原パターンだって。小林やばいよお前、小林死ぬぞお前。小林死んだわ。このまま棺に入ったまま死んでいくんだな小林は。さあやってまいりました小林。てか回復ないけどこれボス大丈夫。あ、でもなんかめっちゃ綺麗なとこについたよ。あ、これさ、ひょっとしてさ、下の方に行くのか、移動するだけなんじゃね。いい顔。いい顔、地図で見えてた下の方に行くだけか。これボスかと思ったんだけど、ボスじゃないのか。はえしゅんごい、あのまま汚れた湖を流れてすごい綺麗なところにやってきたけど、この先ボス切りっぽい黄色い感じが見えるのは地図使えない？やっぱそうだよね。でここ倒したら、ボス倒したらこの上に行けんじゃね。で
この上からここに出れるということは、俺がずっと来たかったここにそうやって行けるという感じ。祝福はママ、祝福はないのかな、ママ。そんなものありませんよ。奥がね、オレンジ色に光ってるってことは多分ボス切りなのよ。ほらほら見たか。でマリカちゃんがいるから、マリカの石くさびがあるのはまあ助かってはいる。助かってはいます。助かっています。なんでこいつらここで死んでんの、赤いやつは。なんで死んでんの、何やってんのこいつら。赤涙調整系を失敗してる系か。これ聖杯瓶さ、よいしょ、これ飲んで、これ聖杯瓶4つでいけたらもう奇跡よ。奇跡。お前か、お前は戦ったことあるの、いっか。お前かよ、アステール。お前だとしたら、まあ、多分無理だけど、いけるぞ。お前は別のところで倒してるからな。多分、何回かやれば、お前なら倒せそうではある。なるほど、お前がサソリなのか。別世界から来たとされている。お、いい顔。どれぐらいダメージが入るかなんだよ。そして攻撃当たらないんだよ。どれぐらいダメージが入るかで、お前との行方が、勝負の行方が変わる。ナイスー。まあ、お前別の場所で一回俺は戦ってるからな。危ねえ。いや、結構いけそう。血な結構いけそうです。小林選手。あ、これまずいね。これちょっとまずいやつ。やばいやばいやばい、逃げ切れなかった。小林ー。いや、でもダメージもそんなにない。あるけど。オッケー。はい、はい、はい。出血がうまいね。出血が美味しいけど、もう聖杯瓶が尽きてるのは非常にまずい。どっかにワープするよこれ。はい、そっち見切っている。お前の行動パターンは全てこの小林がな、見切ってるんだよ。おー、いい席来てる。いい体直撃してる、直撃来てる。小林、なんとか顔に攻撃してやりたい。そのまま出血しろこの顔。いや、もうちょっとでいけそうなんのにな。いや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 、いけそうなのに回復が足りない。ここでいけたら奇跡です。でこれ真ん中にローリング、うわーくそー、なんか生きてる。最後に人を吹かせてやろうぜ。小林、もうちょいなのに、もうちょいなのにな、お前な。小林な、この顔やろ。ほらとっとと狙ってみろよ、アステール。落とし子がなんだか知らん。これ曲がってる曲がってる曲がってる。はい、おい、どこ行きやがった。逃げて、いてー、やばい、これ死ぬ、これは死ぞ。小林、生きてる、死んでる。でも聖杯瓶めちゃくちゃ余ってるから、これ多分勝てるぜ。相当クソみたいな攻撃されない限り。あいつどこ行った？後ろ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 、危ない。これに捕まると死ぬのよ。これにどこだい、どこ行ったんだやつ。帰ってきやがれこの野郎。お前はさ、本当にそういうことばっかりするカス野郎なんだから。ちょっと待って、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 ちょっと待って。いやー、本当にやめて、本当にやめて。いやー、これ攻撃当てる、攻撃当たんねえこいつ。アステル顔貸しやがれ。お前面貸せこの野郎、面貸せよ。いった、やばい、やけになったらまずい、やけになったらまずい。一回回復入れよう。おアステル、この顎野郎、顎サソリ野郎、まずい、ナイス回避。この顎サソリ出血しろこいつ。おい、顎サソリ、顎サソリだ、やったぜ。ふぅー、なめんじゃねえぞこの小林様を。暗黒の落とし子の追憶。あ、お前ちゃんとしたれっきとした強ボスだったんだな。なるほど、他のところで先に倒しちゃった。あっちの方はさ、なんか分身してきたから、あっちの方が大変だった記憶はあるわ。来たわ、暗黒の落とし子アステール。ここ馬乗れない、さすがに乗れないか、さすがに乗れないっすよね。で俺どっちから来た、こっちが正解、こっち正解っぽいな。はい、みんな行こう。みんな何書いてる。雑魚とはな、いや雑魚ほど雑魚ではなかったけどな。雑魚ほど雑魚じゃなかったぞあいつ。俺はやった。まあなんかたなんか心臓精神的に削られるボスではなかった。まあ、はい、じゃあこれで上に行ったら多分俺がずっと求めていたところ行けると思うんだよな。これよ、楽しみだぜ。地図でずっとすぐそこに見えてたのによ、ずっと行けなかったからな、そこは。うー、来た、エンセル川の奥井戸。ここからじゃないとこっち、月光の祭壇。わーお、月光の祭壇といったらもう月光体験とかある感じですよね。絶対そうですよね。
はい、オッケー。月光の祭壇、うわ美しい、月が美しいよこれ。左に壊れた遺跡と、ここなんかステージなのかな、教会だとずっと思ってたんだけど、もしかしたらステージなのかもしれぬ。こっちは、こっちはこっちでなんか秘密があるあれですよね。あー、ここボスいるわ。月の民の廃墟、マリカの石像があるってことは多分ここボスがいるところで、そっちを、そっちの教会みたいのを俺はね下からずっと見上げてて、ここ恋焦がれてたわけよ。で、ボスいるね。あ、お前さ、逃げたやつだろ。お前、アデューラ違うかな。こいつどっかで逃げやがったやつじゃない、なんか、魔法のところで。おい、この野郎、お前なんかな、雑魚なんだわ。おい、雑魚ドラゴン、出血させてやるよ。はい、尻尾攻撃なんだ。あ、誰か巻き込まれてる、誰か巻き込まれましたよ、今。アデューラさん。アデューラさん、よいしょ、こいつも出血でいけます。はい、よいしょ。お、これいいんじゃない、これ致命取れるんじゃない。はい、この野郎、さあ目に刺した、小林目に刺しました。まさか目に刺しました。急所を狙って何が悪い。その通りだよ小林、急所を狙って何が悪いというのだ。これは生きるか死ぬかの戦い。それに襲ってきたのはこっちの向こうの、いっちょ、氷系かお前。襲ってきたのは貴様の方だぞ。やばい、トレントまで凍っちまったじゃねえか、凍っちまったじゃねえか、カチコチになっちまったじゃねえか、お前。アキレス腱切ってやるからな、この野郎。アキレス腱スラッシュ、噛んでいる。やばい、死ぬ。トレント君大丈夫？よし。おい、この野郎、出血しろ。この野郎、アデューラ、この野郎。よし。キャキャー。いやー、ドラゴンの心臓くれる？くれない。あ、くれた。竜の心臓。アデューラの月の剣は魔法ですね。あ、これは昔からある系の剣、震える系魔法じゃない？あー、マヌスセリスの大教会。え、深淵行きそう。マヌスという名前を見ると深淵に行きそうと思い込んでしまう。あっちに祝福があるのはいいね。はい、この成功のかけら、あ、これがいっぱい手に入るわ。これそんなにもう使わんのよ、俺、スネープ先生がお亡くなりになったから。これと引き換えに多分クグツを交換してたんだけど、スネープ先生と。いや、これもういらないのよそんなに。ここはなんか洞窟みたいのあるけど、気のせいかこれ。いや、気のせいじゃないな。いや、気のせいではないですね。何これ、この先友人がある、誰か NPC がいるのか。 NPC イベント進めておかないとダメだったやつか。 NPC イベント全然できてないからな、マジで全然見つけられてないからな。さて、このエインセル川の地下をたどってやっとたどり着いた月光の祭壇、一通りちょろっと探索した結果、廃墟系2つと封印と、あとなんかヒエロナの魔術と、これも多分謎解くやつなんだと思うんだけど、それとあとここら辺にドラゴンを発見しましたね。だからちょっとずつね、一個ずつ確認していきたいと思います、この月光の祭壇探索ツアーということで。小林どうだ、やってくれそうか小林。さあ、小林が華麗に決めた、かわいい。やってくれるということだな。で、ここに穴があるんだよね、ちょっと見ていきますか。ここは明かりをつけた方が良さそうだな。よいしょと、とりあえず降りれそうだから、まあ降りていくよね。一応メッセージ見てみる。ここだ。この先はどこだ。もう降りて良さそうだな。さあ、教会の下に何かが続いてる感じ。普通に洞窟ダンジョン系かこれ。普通にダンジョン系になってる感じか。いや、普通にダンジョン系だこれ。いや、普通になんか軽いボス系いるんじゃない。あえてメッセージは読まない感じで行きたいと。 What? どうしたの。え、もしかしてさ、ラニちゃん系じゃね。ラニちゃん系じゃない、指輪はめる。あ、ラニちゃん系な感じ系じゃないこれ。大丈夫？あ、後ろになんか2本指いるんだけど、2本指バッキバキだ。2本指ぶっ殺したのかラニが。これどういうこと、どういうことやラニ。お、右手の薬指じゃなくて左手の薬指に指輪してやれって。小林、
あ、ちゃんと薬指、右手だけど薬指にちゃんと指輪をします。さあ持ってきたよ。僕と結婚してください。ラニさん、どうぞよろしくお願いします。さあ小林からのプロポーズです。わー、小林のプロポーズだ。ご返事いただけますか、ラニさん。小林からのプロポーズ、あー消えてしまうのか。言葉なんていらない。俺たちは体がなくても繋がっている。そうだよな、ラニー。あ、ラニーちゃん来てくれたの。話しかけるよ、当然。お前が私の王だったんだな。忠告など無駄なことだったのか。だが嬉しいよ、私の方がお前でよかった。考え直して。一旦考え直して。これだよ、私は、夜空に行く。私の律がそこにある。お前は王の道を歩んでくれ。そして、互いに全てが終わった時再び見えるとしよう。そうか、サンキューな。いや、これでイベントを完遂したっていうわけだな。2本指ボッコボコにしたんだろうな、これ。2本指系でしょ。2本指ボッコボコのぐっちゃぐちゃにしたんだろうな、ラニー。よくやったよ。美しいをご賞賛あれ。この先可愛いやつがあるぞ。しかし美しい。お、え、半月の体験は月光体験系じゃない？使いてえけど利力単だそうだから持って使うか。暗月の体験、知力38は持っても無理だ。いくら持っても無理だ。歴代のカーリア王女たちが、その伴侶に送るという月の体験、伝説の武器の一つ。ラニーの象徴は冷たく、暗く冷たい満月であり、その、体験は暗月の月光である。専用戦技月光剣だから、これ今回の月光体験枠っぽいな。剣を掲げ、暗月の月光を響かす、輝かせる戦技。魔力攻撃力を一時的に高め、刀身に霊気をまとう。また、ため攻撃で、月光の効果を放つ。月光体験足りねえ。12はどんなに持っても無理でしょう。12はどんなに持っても38にはなれないんだよ。小林、使いてえ、月光体験。光るだけ光ってくんね。いや、ダメだ。月光のお導きが足りない。せっかく月光体験手に入れたのよ。お導きがよねえじゃねえかよ。おい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 、小林足りない。お前には全てが足りない。え、これどうやって帰んの。これどこ行くんだ。上にどっかから出られるのか。どこここどこここ、帰ってきた。王を目指せ。そうだな、ラニのためにも王を目指さなければいけない。で、ここに降りてきたと。じゃ、とりあえず月の貴族の廃墟、ここ見つけたところ行ってみましょう。はい、よいしょー。月の貴族の範囲。月の貴族とは一体。馬でならなんてことはない。はい、出血。はい、はい、オッケー。馬に乗りながらならそんなに強い相手ではない。墓すずらの2はな、ちょっとしけてるよ。で、どこから何があるのかがちょっとわかんないな。どっから入られますか？あ、ここ隠しでしょ。あれ？この辺に隠しありそう。あるよな。なんか床の色がちょっと違うと思ったんだよ。あるよな。で、宝箱がある。オッケー。何入ってんの。探石8。おいおい、これだけか。まだあんだろ、出してみな。あ、本当にこれだけか。ただ3個もらったから、ここなんか中盤でこれそうだから、中盤で83はでかいのかもしれない。はい、評価あり、高評価ありがとうございます。ダイナマイトチャンネル。そしたら次は月の民の廃墟。こっちはなんかボスいそうだけどね。てか広いし。あ、なんかいるし。お前らちょっと隠れんじゃねえよ。出てこいよ。あ、なんかすごい罠踏んだ。メッセージが集まっていて、お前が出てきたということは、そうなんです、ここなんです。攻撃しないとさすがに開かないか。よし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 。とりあえず解放したけど、あ、ボスじゃないんだ。てっきりボスと戦う気でいたんですけど。アイテムです。装飾探石8。石が結構手に入るよっていう感じなんだね、ここら辺は。そしてそして、ここでもドラゴンを発見したんだけど、こいつは特にボスでもなんでもない。ほら、よーし、倒したけど何かあるのかな。ルーク、あ、心臓が手に入るぐらいか。
なるほどね。心臓を手に入れました。それじゃあ刃の長の封印行ってみましょう。小林突入。お邪魔します。すいません、誰かいますか？勝手に来ちゃいました。じゃあ死んでくれ。最悪だろ、いきなりプライベートが。あ、お前系かよ。お前系、何が長だよ。アレクト、何が長だよ。お前長とか言っといてよ。でもこいつあれだな、出血しなさそうだから、あんまりあれかもしれないな。てかさ、肩こいつ肩、お前ちょっと硬いから時間かかる可能性あるな。いって、でもそんなに火力は高くない。あー、いってー、この野郎硬っ。ちょっと待って、硬いわ。これじゃない方がいいか、武器なんだ、レイピア。うわー、月光体験になってる。オッケー。あー、強よこいつ。ふざけんなよ。デコピン太郎。はい、デコピン太郎です。こんにちは。はい、デコピン太郎です。はい、デコピン太郎でーす。お前、いけ。デコピン太郎強いぞ。どうも、こんにちは。皆さん、デコピン太郎の時間でーす。はい、デコピン太郎でーす。はい、こんにちは。デコピン太郎。やばいぞ、デコピン太郎。お前の時代は終わった、デコピン太郎。いや、終わってなーい。デコピン太郎の時代は終わってなーい。まだ終わってない。デコピン太郎の時代、終わってないですよ。あ、やばい、デコピン太郎まずいぞ。いや、デコピン太郎いい。デコピン太郎戦術いいぞ。想像以上にいいぞ、これ小林。デコピン太郎おりゃー。こんにちは。デコピン太郎スマッシュ。いいよ、デコピン太郎。デコピン太郎想像以上だ、お前の強さ。お前の戦闘能力想像以上。あ、くそ。お前下がんなよ、デコピン太郎させろよ。なあ、はい、こんにちは。デコピン太郎の時間ですよ。そこに逃げたということは、お前自分がどうなるか分かってんだろうな。お前もう終わりなんだよ。あ、やべ、あ、スタブ入れたかった。あ、でもこれはめられるんじゃない。あ、これはめられるよ。小林さんこれはまったー、来たー。アレクトデコ、あまりのデコピンされすぎで戦意喪失だ。アレクト選手戦意喪失です。さあ、あ、終わっ、まだか。あ、やばい、小林、これここからの逆転負けあるぞ。小林、ここからは注意しなきゃいけない。いや、でもあいつ戦意喪失しない？全然だ、まだだ。ちょっと置き攻めやめてくんない？はい、オッケー。えい、お前はデコピンで終わるんだよ。デコピンで終わるんだよ、お前は。デコピン太郎さん、いや、デコピン太郎さんやりますね。黒き刃はティシーをゲット。やっぱデコピン太郎さんなんだよな、時代は。時代はデコピン太郎さんだわ。いやー、どうも、ダイナマイト小林、改めデコピン太郎です。今日からよろしくお願いします。いや、デコピン太郎さん強かったわ。8万ルーンもらったから、まあ結構そこそこには強い敵だったっていうことか。